皆さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級第1課の18番目のビデオです。これは3番、読みましょうですね。ページは34ページです。教科書はみんなの日本語、大河でやっぷんゆ、ダージャーダールーユーですね。この中級の1番です。もうね、18番まで来ました。皆さん少しずつ頑張って勉強していますか？今まで単語を勉強して、毎日ビデオを1つアップロードしていますから、よかったら前のビデオも見てみてください。まず単語のビデオを撮って、文法のビデオを撮って、でそれから、会話をやって、でそして今回ですね、これね、畳というタイトルを読んでいきます。これですね、これ見てください。この畳ですね、ここね、畳、こんな感じです。こうした方がいいかな。こんな感じの文章です。これです。ではやっていきます。まずは以前ね、初級の時に長い文章を読んでいた時と同じように、まず全部一回読んで、でそれからここに私の普段の授業でよく質問されるところを説明しておきたいと思います。では聞いてください。ちなみにこれ CD もついてますよね。CD 確かね、男の先生の声だったかな、忘れちゃった。ちょっと多分読み方が違ったりすると思うので、よかったらね、両方聞き比べてみてください。いきます。3番、読みましょう。読む時のポイント。昔畳はどう使われていましたか？畳の良さは何ですか？読み取りましょう。畳。日本に来た外国の旅行者が部屋の中で最も興味を持つのは畳だそうです。住まいの床に使われる材料では非常に珍しいものです。フランスでは日本語が日本人のようにうまく話せるようになることを畳勢と言いますが、それほど畳は日本文化を代表するものになっているのです。昔畳は今のように部屋全体に敷くものではありませんでした。どんなに立派な家でも部屋の床は板張りで、お客さんが来た時だけ畳を置いていました。ちょうど今の座布団のように使われていたのです。使わない時は何枚も重ねて置いてあったので、畳という名前が付けられたと言われています。畳は大和言葉の畳むから来ていて、重ねるという意味があるのです。畳は自由に動かせる家具でしたから、いろいろ組み合わせたり畳んだりして、一つの部屋をお客さんが来たときは客間に、楽しくおしゃべりするときは居間に、昼は仕事部屋にと使い分けていました。今も畳の部屋はいろいろな目的に使われています。乾いた藁といぐさで作られる畳は呼吸するので、部屋の湿気を取って空気をきれいにしておくのに役に立ちます。畳の床は硬すぎないし柔らかすぎないし、素足でいると快適です。それで日本人には素足で畳の上を歩けるように、家をいつも清潔にしておきたいと思っている人が多いのです。はい、お疲れ様でした。どうですか？ではね、ここにね、全部ね、できないので、細かいところだね、詳しいところは授業中にやりたいと思いますから、授業の時ね、わからないところアンダーラインとかして持ってきてください。今日は、本当にみんながね、よくわからないというところをね、だけ書いておきました。まずは、一番最初のところですね。一番上のね、一行目。日本に来た外国の旅行者がですね、ここのところですね、文のね、構造、ストラクチャーね、ストラクチャーをちょっと言うと、皆さん主語はどこでしょう？これ実は和を探したらいいよね。これ主語ですよね。サブジェクトメーカーね、主語を作る助詞、ここ和だよね。なのでここか
からこれね、これ全部主語です。です。長い主語ですよね。とても長い主語ね。で、日本に来た外国の旅行者が部屋の中で一番興味を持つのは畳です。これが動詞だもんね。はですよね。そう、私はまさみ先生ですとか、これはペンですと同じはですのストラクチャーです。で、じゃあこの長い主語をもうちょっとあの分析っていうの、アナライズね。分析、フェンシーシャン。分析すると、これあのここに長い主語があります。主語の中の主語だよね。これが主語で、ね、そう、日本に来た外国の旅行者が、で、部屋の中で一番興味を持つのはですね、とこれが動詞 ね、 これね、そう、旅行者が、どんな旅行者旅行者が興味を持つ、ね、これオブジェクト ね、 でこれモディファイアーね。で、日本に来た外国の旅行者が一番興味を持つものは、で、畳だそうです。で、この層はさ、聞きましたの意味ね。これね。この層は聞いたという意味ね。あと、天気は、天気をね、we hear ね。it is said の感じだそうです。次いきます。あと、皆さん、そう思いますか？日本のそのあの和室に入った時に外国人の皆さんが一番興味を持つのは畳ですか？どうですか？うん。でもそうだよね。部屋に入った時全部下がね、緑色の綺麗な、で、あのね、大体ね、いい香りがします。なんか草の香りですね。で、とてもいい香りがします。次です。日本語が日本人のようにうまく話せるようになることを畳でと言いますが、さあ来た。これがですね、この文章ね、毎回この文ね、この長い文章の中で、あの、私の今まで多分20年教えてきた中でみんなが聞くところですね。これ先生になんかよくわかりません、何ですかってね。そう、いや、ちょっとやっていきましょう。ちょっと腕をまくって、ちょっと気合頑張っていきます。で、これはですね、まず例えば、何がいいかな、まずはですね、この何々を何々と言います。これまあ呼ぶと大体同じ意味ね。何々を何々と言います。これは例えばこのペンね、このタイプのペンを、で、ホワイトボード、ホワイトボードね、ホワイトボードマーカーと言います。 We call this type of penwhiteboard marker とか、例えば、あ、日本語でこれね、これあの it has a hole here、 このね、ですからこれ日本語でね、このタイプのアクセサリーを日本語でピアス、イヤリングと言いません。イヤリングは only clip ね、 like gap ね、あれはイヤリング、これはピアスと言いますが、このタイプのアクセサリーを日本語でピアスと言いますとか、あとこの花、これオレンジとかね、オレンジの、そうですね、このオレンジの花をガーベラ、花の名前ね、ガーベラと言います。何々を何々と呼びます。このパターンいいですか？これあの文法をね、文法のあのビデオを見てください。 A を A' と呼びますね、と言いますね、 call something something ね。で、じゃあ何をかというと、これすごく長いんですよ。こっからね、何色にしよう、青にしようか。日本語が日本人のようにうまく話せるようになること、これがオブジェクトね、をで畳ぜ、これコンプリメントなんですけど、コンプリメントね、畳ぜと言います。畳ぜ、フランス語の動詞です。フランス語のどうやって発音するの、畳ぜかな、畳ぜと言います。で、何かというと、ここはうまく話せるようになること、これあのようになります。なるって become だよね。で、ようになるの、これ変化ね、 change ね、变化、变化ね。で、ようになる、どうなる、で、話せる、これ話せる性だから可能形ですよね。で、うまくは上手に、上手に、で、上手に話すことができるようになる、 to be able to ね、あの speak 日本語 well で、日本人のように、これ
日本語が日本人のようにようには同様にトンヨンね、でトンヤンね、なので同じようにですね、 same way。 なのでと日本語がね、日本人と同じように話せることをね、畳みせと言います。どうですか？そう、in French、 ちょっと英語にすると in French ね、in French they say ね、 they call it 畳みせ to be able to ね、 to learn how to speak Japanese as good as Japanese ですね。ちょっと関東語もやっとこうか。これね、ジョイファッコね、あ、ほ、ファッコヤンかな、ファッコヤン、ギュね、ギュで、セッコンね、セッコンヤッマン、ホーチ、違う、ホーチヤッブンヤンガン、セッコンヤッマンゲジョンタイ、ギュジョー、ね、タタミゼです。大丈夫でしょうか？私の下手な関東語で、分かってたら嬉しいんですけど。次いきます。ですね、で今の、ね、続きいきます、ね、でそれほど、それほどというのはそれ、このほどというのはくらいの意味だよね、ほどというのは程度の程、程というのはレベルの意味です。なのでそれくらい、ね、畳は日本文化を代表するものになっているのです。まずは、このノーです。ノーですはんですと同じで、これ説明してますよね、エクスプラネーションね。でなっている、でているというのはている状態ですよね、で状態、ステータスね、状態ね。なので so much ね、畳で has become ね、 become the things ね、 the ね、 represent Japanese culture。 これはこのそれほどというのは、畳勢の畳はたた、もう一回ちょっとこっち見せます。これね、こっち行きますね。でこの畳勢のこの畳というのはフランス語だからカタカナで書いていますが、畳ってこの畳ね、フロアの畳ですね。で畳勢は動詞の形ですね、多分ね。で畳、ここに日本人と話せることを畳を使って話すんですよね。それはつまり畳はなんか日本の文化の代表だという意味ですね。これね、それくらい、それほど畳は日本文化を代表するものになって、もしかしたら今なら畳じゃなくて寿司かもしれないね、寿司ぜみたいな天ぷらかもしれない、天ぷらぜみたいな感じですかね。面白いですね。フランス人の友達に今度確認してみますが、一回仲のいい友達に聞いたらよくわからないって言ってます。ちょっと若い友達なんですけど、ちょっともうちょっと年上の人に聞いた方がいいかな、ね、次いきます。どんなに立派な家でもですね、どんなに no matter how、ね、great house also ですね、 so no matter how great the house is、どんなに立派な、なんかどんなに、またはなんかすごくなんだよね、すごくとてもとても立派な家もの意味です。本当に素晴らしい家もはね、次です。座布団のように、このようにはのようにって同じようにだよね。座布団みたいにの意味です。座布団のように使われて、パッシブだよね。使われていたのです。このノーですはさっきと同じですね。ノーです。このね、うんです、同じ。ここも説明です、ね。使われていた、ていたは、やっぱりここも状態ですよね。ていた、これも同じです、状態ね。使われていたのです。で、一つの部屋を、ね、一つの部屋、一つって、まあ、同じ部屋ね。ね、よく英語だと、ストゥディオルームって言いますよね。日本語だと 1R って書いて、ワンルームのね、私も東京に住んでいた時は、なんかワンルームのマンションにいました。なんか入り口のドアを開けたら、一つのなんか大きい部屋があって、大きくない、小さい部屋、小さい部屋があって、で、もうここにキッチンがあって、ここにトイレがあって、ここにお風呂があって、で、もうすぐそこにベッドがある感じの部屋ですね。一つの部屋ね。で、その同じ部屋、ストゥディオルームですよね。を、客間、ね、ゲストルームと、今、リビングルームと、仕事部屋、三つのファンクションがあるんだよね。皆さん、温泉に行った時、イメージしてください。で、温泉の部屋ね。温泉の部屋で、
まず到着した時でね、着いた時にはその部屋で多分お茶を飲んだりするね。でその後でご飯、晩ご飯を食べたりして、その時食堂の感じね。でその後寝るから、大きいテーブルは片付けて、でそこに布団を敷いたらそこはベッドルームになりますよね。そういう風に部屋のファンクションが変わっていくね。こう一つの部屋を使い分ける、これ分けるというのは別々にいろいろなの意味だね。いろいろな使い方をしますという意味です。次です。空気をきれいにしておくのに役に立ちます。これね、空気をきれいにする、これセットね。なんでにするというのは、なんか他動詞で英語だと make it ね、で関東語だとジョンコイティミヨンね、とプトンだとジャンネカドンシでね、ザマヤンザマヤンね。空気なんで、ここは keep、 あ、 make にしようか。 make the air fresh、 このきれいは肝心だな、なんかフレッシュエアのフレッシュの感じね、新鮮だね。で手置きます。この手置くというのは、これはさ keep の意味があるよね。なんか例えば会議室で今ここに椅子があります。で椅子を片付けましょうか。あ、いえいえいえ、あとでまた使いますから、そこに置いておいてくださいとか、と今窓が開いています、ちょっと寒くないですか。あ、でも今から掃除をしますから、keep it open please ね、窓を開けておいてくださいとかね。手置きます、 keep の意味があるね。で置いておくのに役に立ちます。これと役に立ちますとか、いいですとか、いいですとか、便利ですとか、便利です、役に立ちます、いいですの前にに、でこれ目的だよね。なんか useful for doing something ね、なんか为了做什么很方便みたいな、很有用みたいな感じですね。このには目的です。 why 上場ま好方便とかね、こんな感じで使っていきます。いかがでしたでしょうか。よかったら今のところね、何回かの説明を聞いたり、あと一緒にシャドーウィングの練習してみてください。私とこのビデオとてもゆっくり話していますから、スピードがもっと速い方がいいと思います。よかったら YouTube のビデオ、1回目は普通のスピードで、で、だんだんね、1.25 とか 1.5 倍、できたら 1.75 倍ぐらいのスピード変えてね、ここ上のとこからスピードチェンジできますよね。スピードを変えて、速くしてシャドーウィングの練習をしてみてください。では今日のビデオここまでにします。お疲れ様でした。で、次のビデオね、これやっていきます。ここですね。この問題一緒にやってみましょう。ではまた明日ね。見てくれてどうもありがとう。